他の診療院の岡野です PBM から読み解く東洋予測概論の12回目の引用論の特徴で今回は引用の象徴並行というお話をしていきたいと思いますまずは教科書から少しずつ読みながら解説をしていきますね引用の象徴並行引用の対立と制約相互依存は静止した普遍の状態でではなく 常に普段の運動変化の中で行われているこれを象徴平衡という象徴平衡とは陰と陽と平行が静止的絶対的なものではなく陰小傭聴と傭小陰長の中で相対的な平行を維持しているということである陰陽と象徴平衡は自物の 運動は絶対的であり、静止は相対的であり、えー、象徴は絶対的で平行は相対的であるという法則性を一致している、えー。つまり、絶対運動の中には相対的静止が含まれており、相対的静止の中には絶対的運動が含まれている。事物は、えー、絶対的運動と相対的静止。 絶対的象徴と相対的小平衡の中で、えー、休まずに発生と発展を行っているというところなんですけれども結構ややこしかったですかね、えー、象徴というのはこれですね平衡というのはこれなんですけれども、えー、印象幼鳥とありますしたね印象 幼鳥とか、あとは「幼少陰鳥っていう言葉が出てきましたけれどもまあ「陰」が落ちていって「陽」が伸びていくというところなんでこの図を見ていただくと分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、えー、例えば「春」。 から夏、秋、冬にかけて陰気の量と陽気の量っていうのが、えー、変わっていくわけですよね。えー、冬から春になったところで、えー、陰の気はまだ多いとで陽の気がだん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 増えていくわけですよね。これをですね、えー、陰が衰えるい陰消を陽調の状態ですね。陰がだんだん陰の量がだんだん少なくなっていって陽の量がだんだん増えていくと。 で幼少、えー、陽性陰鳥というのは、えー、下肢に至るところが、えー、陽気の頂点ですよね。で、陰気が最も少なくなっている状態が、えー、下肢なんですけれども、それを超えると、だん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 また今度は陰気が増えていって、陽気が減っていきますよね。これが幼少、えー、陽性陰鳥というところですね。この陰症、幼鳥と幼少陰鳥が常に。えー 移り変わっていくとで、えー、この移り変わり方っていうのは変わらないということなんですよね。でこれを、えー、その後の方でですね例えば、えー、四季の、えー、気候変化で言えば、えー、冬から春春から夏につれて気候は寒冷から暑さに向かっていくこれは、えー、印象・幼鳥の過程である。 えー、夏から秋冬に移るにつれ気候はだんだんと暑さから寒冷に転じていくこれは要衝・委員長の過程であるしかし一年を通してみれば、えー、気候を相対的に暑さ寒さで、えー、平行が図、えー、られているということですねで最後のところですけれどもこのことを素問、えー、近畿信玄論編は、えー、陰中に陰あり陽中に陽あり 平坦から日中に至るは天の陽は幼虫のようなり日中から黄昏に至るは天のよは幼虫の陰なりゴーヤから渓明に至るは天の陰は陰中の陰なり渓明から平坦に至るは天の陰は陰中のようなりと述べているとまあこれは季節ですけれども一日の流れでもこれは言えるということなんですね この陰と陽がちょうど1対1ぐらい同じぐらいの量で陽が陰症・陽腸の状態の時に日の出となると日の出から日中にかけて陽がどんどん増えていきますよと日中から日の入りにかけてはだん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 陽症・陰腸になって えー、陽の気がどんどん減っていって陰の気がどんどん増していくとで夜中になってくると、えー、陰の気が最も増えた状態になって陽の気が最も少ない状態になるとでその夜中からまた日の出にかけてだんだん陽の気が増えていって陰の気がだんだん減っていく、えー、印象陽帳となるということですねでこの流れ方っていうのは全く変わらないと、えー、いうことですね、えー、最初の方で 出てきましたよね、えー、物事の運動は絶対であり、えー、静止は相対であるとこれなかなか難しい言い方かなというふうに思うんですけども、えー、例えばですね、えー、皆さん電車とかに乗りますよね電車乗ってる時例えば座ってたってい場合ですね新幹線とかで座ってる人っていうのは えー、お互いにずっと座った状態で静止してますよねだけれども新幹線それ自体っていうのは、えー、ずっと走り続けるわけなんですよそれは相対的には、えー、静止してるように互いには見えるだけれども絶対的には新幹線というもので移動してる動いてるわけですねこういうイメージを持っていただくと、えー、分かりやすいのかなというふうに思いますということで、えー、今回はですね、えー、陰陽の象徴並行についてお話しさせていただきました 次回は、陰、え、陽、ー、の相互転嫁というところを、えー、やっていこうというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございます。